FM 宮崎ラジオネームだましやすけしん、有吉さん、宮崎を捨て東京で惨敗した肉体を持った御礼東国原秀夫の玉金ファック野郎がブログにこんなことを書いていました。ダメだって、今日は世話になっている方のお見舞いと実家に行った。実家は去年12月以来ちょっと久しぶりだった。数ヶ月に一度のちょっとした親孝行であるが、ちょっとショックだったのが火の不始末による火事を防止するため、今年になって実家をオール電化の台所にしたのにガスコンロが復活していたことである。電気代が高い、 IH は使い慣れないというのが両親の言い分であったが、火事や事故防止の方が優先順位高いでしょう。うるせえハゲハゲハゲ、お前は優先順位を語るんじゃないよ。宮崎うるさかった野郎が全然宮崎って言わなくなったな。宮崎はお前を支える土台としてあるんじゃねえぞ。藤岡弘さんが出演してくださっているローカル番組ワケモンを放送するためにあるんだ。やってるんですね。やってるんですね。当たり一行するんですかね。たまにお会いしますけどね、普通に。今知事でも元知事ってことでね。そうですね、うん。ラジオネームペケミニ、有吉さん、一夜にして全国の女性を敵に回した男、塩谷俊とかいうヘチマ野郎のブログのトップページにこんなこと書いてありましたよ。今年はデビュー10周年、生誕30周年になります。さらに味わい深い芝居を心がけ、たくさんの作品を発表できるよう邁進してまいります。無理だよバカ野郎。無理じゃないよ。いいか、てめえみたいに何股もかけて根こそぎ女を食らうやつがいるから、その傍らでな、使い道のねえチンコぶら下げて必死で生きてるやつもいるんだよ。そんな人間の血の叫びを無視して調子に乗るから天罰が下るんだ、クズ野郎。ざまめやがれ。残りはせいぜいしょっぱい人生送れやなあ、しようや。そしてやりちんにもてあそばれている全国の女性の皆さん、俺の人口空いてますよ。いやもうひがみが半端ないな。もうそれしかない。いいですね、塩谷俊。塩谷俊ってなんか昔なんか若い頃バラエティ番組とか結構出ててさ、はい、なんか売り出し中のみたいな。あ、はいはいはい、すげえバカで弾いたことあるけどな。俺そんなの富永愛とかさ、なんか園山さんだっけ、料理人の、料理家の、すげえ。だから女の人ってやっぱ賢いとか、そういうのって見ない人もいるんだな。やっぱ肉食のやっぱりこのイケメンみたいになったらいいわいいわよっていう。かわいいね、ちょっとバカぐらいがいいんだろうな。かわいいじゃないっていう。あ、はいはいはい。いやだからもう松崎とかもうダメだな。はい、いやダメってどういうことですか。だってもう頭もそんな良くねえしさ、はい、イケメンでもねえしさ。まあはい。終わったな人生。いや終わってはない。終わってはない。まさかの松崎に開くんだよ。かわいそうだな。モテなくていいですからね僕は。お前な、本番始まる前に5分ぐらいトイレ行くのやめろよ。いやだからそれ変な誤解を生むからやめましょう、それを言い方は。普通にトイレ行ってただけですから僕は。 FM さんムスカの弟、有吉さん、自称料理研究家ことグラドルの森崎由紀の野郎が自身のブログでこんなことをふざいてやがりました。自称じゃない。今日は私のデザインしたエプロンの発売日、日本には可愛いエプロンがなかったので見せるエプロンを作りました。皆さんに使ってほしいです。おい女版川越達也、てめえはな、料理研究家副業でやってるくせにのうのうと宣伝しやがってよ。イケメンが大嫌いなゴキブリ系男子の俺だけどな、本気で料理研究してる早見もこみちの方が何ぼか好感も出るんだよ。てめえを見るたびにいつも乳出しやがってよ。ゴキブリ系男子料理研究部の服部先生もおかんむりだぞ。そんなに父を強調したかったら裸エプロンで3分間ファッキングしとけばな。やろう。ゴキブリ系男子なんですね、服部先生。そうなんですか。絶対違うと思いますけど。
あそこの給食屋のおばちゃんに焼いてた思ってたんですかね今まで。あそこのね、あれなんですよ、ちょっといい肉じゃが出す店があるんですよ。78ぐらいのおばあちゃんやってるんですけどね、いつも行ったらやりてえなって気持ちいいですね校長ですよね、うん、学校で偉い人ですよ、偉い人やってる全然すごいですねラジオネームワギナマイク。アリュウさん、生まれた時から中二病こと市原隼人とかいうチンパンジーが今週の熱愛発覚についてブログでこんなこと言ってましたよ。あ、なるほど。この度私はある女性とお付き合いさせていただくこととなりました。私本人から皆様にお伝えするより先に伝わる形となってしまい、何よりファンの皆様にご心配おかけして大変申し訳なく思っております。はぁ、おいメガネザルまだ気づかねえのか、無名のモデルが知名度以外いいとこなしのてめえみたいな猿にすり寄ってきたんだろ、売名に決まってんじゃねえか。違う違う、お前が真剣に交際できるのはなメスゴリラと根本晴美ぐらいなんだからそれ以外は売名なんだって肝に銘じとけよ。これからの振る舞いを考えながらバナナの代わりに自分のチンコでも舐めてる。いやもうひどい、何をしたいですか市原さんが。なんだな、うん、本当によ何も悪いことしてないんですよ、真面目にちゃんと恋愛してますラジオネーム三平。有吉さん、パーフェクトゴリラこと日野美奈々先輩がお昼の長寿番組ご機嫌ようでこんなことを言ってやがりました。今芸能界で一番仲がいいお友達はね、 AKB のハルゴンこと中川遥香ちゃんです。嘘つくなお前若者へのすり寄り方えげつねえな。ピチピチの二十歳とゴリゴリの65歳が親友なわけねえだろうがお前の友達はハルゴンじゃなくてヒバゴンゴリラ仲間の秋元さやかだ。二人でご機嫌ように出てゴリラがバナナ食った話、略してゴリバナで盛り上がってる、このゴリラ人スタッフがなんかされたんですかね。いや、木の実なら先輩って言ってるのにラスト FM サイン島根の情報って。有吉さん、現代のマジ天使こと武井絵美ちゃんがインタビューでこう言っていました。早く37歳になりたいんです。なぜ37歳かというと一番自由になれる年齢のような気がするからだそうです。これを読んで僕はすぐ気づいてしまいました。そう、37歳といえば今の有吉さんの年齢です。これは絵美ちゃんから有吉さんへのメッセージですね。今すぐ有吉さんに会いたい、近づきたいっていうことですね。有吉さん、こんなクソラジオを置いて今すぐエミちゃんに会いに行ってきてください。行ってきます。うわ、やめてください。ちょっともう失礼して、やめてください。ちょっとやめてください。呼んでんでしょ。いや、呼んでません。呼んでません。呼んでないです。呼んでないんですか。呼んでないです。呼んでないです。はい、でもこの人はパンあげておきましょう。簡単だ。そっか、パンってこういうもらい方もあったんです。ラジオネーム北京ミニ。有吉さん、錦は着てても心はボロでおなじみドン小西の鼻毛ジジイがブログでこんなこと言ってました。逆ですね、ボロは着てても心は錦ですね本当はね。ドン小西の鼻毛ジジイがブログでこんなこと言ってました。来日したレディーガガの成田でのファッションだが、はっきり言っていつもの衝撃はなかったね。僕に言わせてもらえればもう一工夫してほしかったよ。おいイボガエル、人様の一人服にケチつけんなよ。だいたいてめえの鼻毛も切れねえような野郎がな、日本のために力になってくれるガガ様のファッションぶった切ってんじゃねえよ。うちの死んだじいちゃんがチンコが小さい男ほど着飾るもんだっつってたぞ。小さいチンコででけえつらすんじゃねえ、そっちんやろうということでね。一枚あげときましょう。一枚あげときましょうじゃねえよ。じいちゃんが言いそうだな。チンコが小さいやつは着飾るもんだよつって。どうしようかな。これ多いんだな。じゃあやろうか。ラジオネーム三平。有吉さん、
カイヤのお座布団こと川崎麻世の野郎が5月9日のブログで誰も知りたくない別居の理由を赤裸々に語り、散々カイヤバッシングを繰り広げた挙句、こんなこと書いてやがりました。カイヤから受けたストレスの後遺症はまだまだあるけど、人を非難せず自分を責めず一番いい生き方模索していくよ、うん、知らねえよ。だいたいお前人を非難せずってお前どの口が押さえてんだよ。カイヤがドアを突き破って飛び出てきた。カイヤがドリルで天井に穴を開けた。カイヤからの鬼連が怖すぎて気絶した。これが非難じゃなかったら何なんだよ。本当にあった怖い話かよ。鬼嫁あるあるかねえよバカ。とりあえず全文コピーしてカイヤのブログのコメント欄に貼り付けとくからな。うわ、ラジオネームワギナーマイク。有吉さん、自分の名字を忘れてしまったおバカちゃんことカリナの野郎が今週の朝日新聞でこんなことを語ってやがりました。おしゃれは個性、派手な柄やキラキラしたもので目が行くところを一つ作るのが私のこだわり。人にどう見られるかより気分に合った服を選びます。おい、ハリクビ気分で選ぶな。おめえみてえなバカが何レディーガガ気取ってんだよ。コーディネートは人にどう見られるかに決まってんだろ。自分の気分で決めていいなら毎日フルチンで通勤してよバカ野郎。モデルはモデルらしく売名に売名重ねてメンズエッグのクソどもに抱かれてろって最悪だ。うわ最低なこいつ。ひどい偏見ですけれどもね。いやひどいよ。でもまあ、まあ、俺もでもカリナちゃんに賛成だな。俺もやっぱそういうタイプだから。あ、そうなんですか。まあ、人にどう見られるかより気分に合った服を選びます。ふっこい一枚あげときましょう。あ、出た。俺パンあげるとき1枚っていうときと1個っていうときあるけど、これ俺明確に違うから1枚っていう時は食パンだから、はあ、パンの種類1個っていう時はあのコッペだからコッペパンだ、うん、別に関係ないけどどっちが上ってことはないこだわりがあるんです、ラジオネーム三平。有吉さん、幽霊部員の原田大二郎くんが大竹誠のラジオにゲスト出演しコテンパンにやっつけられていました、以下原田議員と大竹先生の会話です。原田、最近お腹が出てきちゃってね、一日7000歩くらい歩くようにしてます。は？ 7000 歩？全然じゃねえか。いや、足を怪我しちゃったから、落馬して。落馬？落馬で足を？いや、馬から落ちて骨折したってこと。うん。それ以来飛べなくなっちゃってね。は？飛べない？前から飛べないでしょ。いや、15センチくらいの場所からもうジャンプできなくなってね。原田さん。なんだね、喋りたいことが多すぎてよくわかんないよ。自分をわきまえてないから選挙とか出て落馬しちゃうし、悪いけどそういう人って旗から見てると面白いんだよね。言いたいことは全部大竹さんが言ってくれたので以上です。そう大竹さんさすがですね。すごいですね。さすが大竹まこさん。一枚あげましょう。食パン。うん、食パンの出ました。うん、あ、ラジオのペケミニ、うん、有吉さん、ビールっ腹のゲスジ、ごめんなさい、有吉さん、うん、ビールっ腹のヒゲジジイことヒゲ男爵山田類53世の方形野郎が自身の冠番組ルネッサンスラジオで有吉さんとのエピソードを語っていました。本当なんでも大阪の番組で有吉さんにお会いした際、第一声で有吉さんからお前の嫁ぶっさいぶだなと言われ今後嫁のためにも嫁をテレビに出さない方がいいかもと悩んでいました。有吉さんよ、ヒゲ男爵だって再起をかけて藁にもブスにもすがりてんのによ、出ない杭まで打ってやることないじゃないかーい。てか自分だってブスとしかやったことないじゃないかーい。むしろゴリゴリのブス戦やないかーい。まとわりついてくる女もブスばっかりやないかーい。お前ら二人ともブスセンス。言っちゃう、これはそんなこと語ってたんですね。あの山田の、はい、奥さんが、
俺も出てたスマップさんと出てた番組で、スマップの稲垣吾郎くんが芸人の美人嫁、美人嫁のご飯を食べさせてもらう企画だった。で最初はあの松田Qちゃんの相方の松田、なんだっけ、松田さんですよね、うん、なんだっけコンビ名、あのハイキングウォーキング、ハイキングウォーキングの松田の奥さん家にまず行ったわけ、はい、松田の奥さんは舞台女優さんだから綺麗な美人なわけ、おーでおーっていうことがあって、はい、V 見てたら次なんかブスが出てきたのすげえブスが出てきて、なんだこれつったらヒゲの山田の奥さんだったの。そうなんすか。だから俺言ってやったんだから、はい、お前あれな、本当スタッフがみんなな、うん、もう騒然としたんだと。お前の嫁を見た途端にプロデューサーはすぐメイクさんとか電話して、なんとか髪をふわふわにしたりして無事に見せろっつって、大変だったんだぞお前、大騒ぎでお前の嫁があんまりにもブスだからよって。ひどいよ、かわいそう。言ったら山田が、いやブスじゃないでしょ、普通でしょって言うから、違うよブスなんだよっつって。いや、一般の人たちかわいそうで山田に言ってやったっていうことですよね。でもしょうがないね、しょうがない、ブスブスだから、奥さん料理のうまい奥さんで出りゃいいのに、はい、美人嫁で出るからおかしなことになってるぞ、お前の嫁が恥かくぞっつって言ったのよ。なるほど。でもお前の嫁さんをブス嫁で出て逆にかわいいねぐらいになるよっつって、ハードルが高かったんですね。クソブス連れてお前豚がよFM コーチ、バンコク共通の知人、ミヤネ屋の邪魔者こと宮根誠司がミヤネ屋の邪魔者じゃねえミヤネ屋の邪魔者こと宮根誠司が、僕たちを産んでくれた女王様である大林元子様そう見えてくるわ、なんか僕たちを産んでくれた女王様である大林素子様が熱愛報道の会見でおっしゃった、今までもアタックはたくさんしていたんですけど誰もレシーブしてくれなかったんですよ、という完璧なコメントに対して、大林さん違うんですよ、レシーブしてくれなかったんじゃなくてブロックされてたんですよ、だから今度はサイドアタックで頑張ってと言ってました。うるせえバカ、それでうまいこと言ったつもりか、我々の女王様の方が全然良かったじゃねえか、お前は嫁ともう一人の女に時間差攻撃仕掛けてアタックしたボールを週刊誌にカットされてたじゃん。お前は河合俊一に弟子入りでもしてバレー学んでからコメントしろバカ。ねえ、これ好きだな、我々の女王様で偉大な、あのそうね、これあったらなんかそんな感じ、なんかハンターハンターだ、ハンターハンターのアリのなるほどね、はい、これ1枚あげましょう。お、ラジオの三平、有吉さん、バイオレンス界のプリンスこと早乙女太一のギス野郎が西山真紀との交際が明らかになった今年2月のブログに河村隆一顔負けの文章を書いてやりました。彼女を愛してる、僕たちは全てを打ち明け真実で向き合い、深く傷つけ合い、深く愛し合っている、大衆演劇のお坊ちゃんよ、いくらなんでも深く傷つけすぎじゃねえか、ガードレールに叩きつけていいのはジャガー横田だけ、パイプ椅子で殴っていいのは北斗晶だけ、額にフォーク刺していいのはアジャコングだけだよ、ブル中野先輩のギロチンドロップ食らって勉強してこい、この大衆レスラーが。いや、レスラーじゃないですか。すごいなぁ、これ DV って一番少ないな、いやですよね、そうね、ラジオのペケミニ、有吉さん、マルサの男こと茂木健一郎の腐れ主戦度がツイッターで坂本龍一さんとブロガーのキッコさんに
いつの間にかブロックされていた。二人ともこちらが何のアクションもしてないのにブロックするというのはどのような思想なんだろうと、この二人、この二人からブロックされたことを何回にもわたり長々と愚痴ってやがりました。へっぽこ脳科学者さんよ、お前の脳みそは犬のクソでできてんのか、それともお前はミザリンなのか。あのな、ツイッターでブロックされるってことはな、お前のつぶやきがヘドが出るほど不快だってことで、他に何の意味もねえの。つうか脳科学者のくせにブロガーとかいうわけわかんねえやつにブロックされてんの超ダセえな。あのそうなんだ、なんでブロックされたんだろう、なんでだろう。フォロー外されるとかならわかるけどな、何にもしてないのにブロックされるって相当きつい。一個あげよう。どうしようかな。そうね、どれにしようかな。これにしよっか。はい、ラジオネーム北京ミニ、有吉さん、顔面テルマエロマエこと森泉が笑っていいとものテレフォンショッキングにゲスト出演した際、自分の長所と短所を3位から1位まで発表するコーナーがあり、短所の3位を料理が全くできないと言い、2位をたまに嘘をつくと言い、日本中が1位はあれだろ、あれだろと思う中、短所の1位はこんなことを言ってました。目に虫がよく入るの。どんぶりいっぱいの便所虫でも食ったろバーカ。なんで短所にタメ口とか男に騙されるとか最近ますますブスになったっていうのが入ってねえんだよ。この次も散々タメ口聞きやがって、この野郎。この顔も根性もひん曲がったクソ女を戸塚ヨットスクールにぶち込んでもいいかな。いいともバカなんじゃない。ひどいな。うん、そうか、日本中があれだろ、お前モネズミの短所あれだよな。まあまあ、あれ顔がひん曲がってること。よし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 、目にね、よく虫が入るの。なるほど、以上です。はい、ラジオネーム三平、有吉さん、モーニング引き返ること安田圭の野郎がブログでこんなこと言ってやがりました。昨日は矢口の結婚式に参加してきました。相棒矢口からのブーケトス、ケメコ受け取ったよ。ブーケもらったの生まれて初めてだ。おいガマコ。貴様クリス松村、クリス松村からブーケ奪い取ったらしいな。必死の思いでブーケに手を伸ばしたクリスの気持ちが分かんねえのか。焦る気持ちも分かるけどな、相手は気持ち悪い変態のおっさんだぞ。気持ち悪い変態のおっさんミイラだぞ。夢見させてやるよバカ野郎。クリス擁護派がいる。ラジオのたりき本願情報、ビッチオブザイヤーこと矢口真理の野郎が自身のブログで、昨日の武道館でモーニング娘。の荒垣、新垣梨沙ちゃんと三井愛花ちゃんかな、三井愛花ちゃんの卒業式が行われました。私は行けなかったんだけど、とっても素敵な愛のあふれる卒業式だったみたいですと書き、その後もメンバーに対しての思いを書いていました。おいヤグソ、お前モーニング娘。のリーダーに就任してから3ヶ月も持たずに週刊誌に写真撮られて、モーニング娘。に後ろ足で砂ぶっかける形で卒業してるよな。そんなお前が他のメンバーに対してどんな言葉を送っても何にも響かねえよバカ。俺も矢口にね、まあ、一回脱走兵っていうあだ名つけて苦笑いされたことありますけどね。うまいなぁ。FM 長野ラジオの小次郎、有吉さん、人と違う感性を持つ俺ってかっこいいという病気をこじらせてしまった音楽の破壊神深川涼子とロケットマンの野郎が自身がパーソナリティを務める朝のクラシックラジオ番組でこんなことを言ってやがりました。みんな金環日食みたいな派手なものばかりに感動するって言うけど、
俺は日常の些細なこと、例えば階段みたいなものに感動したい。おい鍋プロの歪みから生まれたゴミ野郎、お前何パーソナリティ気取って先週の有吉さんディスってんだよ。有吉さんはな、お前と違って日食の素晴らしさが分かる本物のパーソナリティだから、日食に全然興味のない俺たちのために貴重なフリートークの時間を10分も費やしてくださったんだぞ。そんなことも分からねえでな、日食より階段に感動するとか抜かしやがって、汚ねえ階段に自分のロケットこすりつけてリフトオフの間違いじゃねえのか。素人が朝から気持ち悪い性癖さらしてる暇があったら、猿顔師匠に日食の仕方でも学んで力出直してこい。すごいよね、塚がねこういうこと言いたがりますから、ね。そうね、時間も時間だしね、どうしようかな、これにしようか、はい、広島 FM 放送ラジオネーム栗取り物語、みんなの太陽ことベッキーが抜け抜けとこんなこと言ってました。27時間テレビの記者会見をしてきました。今年は秋に30周年を迎える笑っていいとものメンバーでお送りします。総合司会はもちろんタモリさん、一睡もしないそうです。私も頑張ります。バカ野郎、頑張りますっててめえも一睡もしない気ないのかよ。寝ないとお肌に悪いでしょうが、汚い肌じゃ抜けるもんも抜けなくなっちゃうんだよ。ベッキーちゃん、夏になると露出が増えるね。おかずの提供頼むよ、待ってるからね。なんかちょっと違う、世にも珍しいベッキーに、そうそういうのを感じる人がいるんですね。いや、いるんじゃないですか。いるか、まあ、可愛いんじゃないですか。そうですか、急にね。でもやるんですね、いいとものメンバーね。そうなんですよね、すごいね。もう一個ぐらいあるかな。じゃあラジオの三平、あゆさん、 GKB48 万匹の不動のセンターなんだ。GKB48 万匹の不動のセンター松崎しげる親分がゴキブリ48万匹のことですかね。松崎しげる親分がウェブインタビューでこんなこと言ってかかりました、やっぱりパワフルで元気じゃなきゃ松崎しげるじゃないでしょう。元気印の松崎だよ。見てるだけで元気になれる男、それが俺のテーマだからさ。は元気印の松崎、ゴキブリ親分も焼きが回ったもんだな。あんたの売りは元気なんかじゃねえ、異常なエロさ、異様な暑苦しさ、圧倒的な脂っこさ、そして見るもの全てを塗りつぶす破壊的な黒さだ。ゴキブリ魂を忘れた松崎はただの害虫だぞ。猿で寝てろこのブラックホールが。以上です。ラジオネームファンタスティック原田、有吉さん、芸能界の米付きバッタこと大隅健也の野郎がブログでこんなこと言っていました。木の実奈々さんの50周年記念コンサートの初日が昨日無事に開きました。本当に心温まる素晴らしいコンサートで、これはひとえに奈々さんの周囲の人たちに接する姿勢、磨き上げた芸の賜物です。嘘つけバカ野郎、あんな人食いアマゾネスのどこが素晴らしいんだ。どうせ客席に降りてって客を片っ端から丸飲みしてんだろ。とりあえずお前はな、今すぐ小柳ルミ子と再婚してすぐにマルシアと浮気しろ。そして大鶴義団と巌流島で決闘するんだ。分かったか馬面バカ野郎。馬面バカ野郎、馬が2つ入ってるからすごい言葉に見えるか。木の実奈々さん、人からいいでしょうよ。何言ってんだよ。FM 長野納豆パフェ、はい、有吉さん、極悪ブラックホール女ことベッキーの野郎が5月21日のツイッターでこんなこと言っていました。今週は毎日テレビ局通い、お偉いさんに君芸能界あるある書きすぎだよって怒られるんじゃないかとビクビクしています。一応局内の細かい作りやセキュリティに関することは書かないでいたつもりなんですが、ビクビクビク。おいブス、何言ってんだ。お前が怒られるわけねえだろ。
なぜならお前はガイタレの女王であり、バラエティの女王、そして多くのスポンサーを味方につけ、もはやそのお偉いさんさえを超える絶大な権力を持っているからだ。そういえばその権力を使ってシェリーを業界から消すらしいな。一応注意しとくけど、消すときは母国に強制送還にして命だけは取らないでやってくれよ。嫌がったり暴れたりしたからってサンコンさん消した時みたいに東京湾に沈めるとかは絶対やめろよ。怖いですね。いいよ、これ。本当に絶対悪口言われる。ラジオさんって、はい、有吉さん、ドン小西のイケメン野郎が、ちょっと待ってください。一行目がすごい皮肉だな。有吉さん、ドン小西のイケメン野郎がファッション系サイトのインタビューでとんでもない失言をしてやがりました。ファッションは個性が命だ。個性ってのは自分の感性や細胞に染み込んだ DNA なんだ。でもあんまりやりすぎてもダメだな。ロックンロールの内田裕也になっちゃうからね。おい、豚眼鏡、お前今なんつった？裕也さんがダセだと、クレイジーだと、白ゴキブリだと、ふざけんなバカ野郎。貴様、裕也さんの恐ろしさ、いや白龍さんの恐ろしさを知らねえな。自慢の洋服全部引っ張りされて400度のサウナに叩き込まれるぞ。ざまあみろ、おでん野郎。いや、わかんねえな。何なんだよ。おかしいだろ、もう。FM さん、イムスカの弟、アリュさん、こび売りの少女こと小島春菜ちゃんがツイッターで大統領お誕生日おめでとうございますとつぶやき、またもやこびを売っていました。お前な、こび売りすぎだし、だいたいテレビのキャラをいつまでも引っ張ってんじゃねえよ。有吉さんは大統領も軍人ロックスターとかいうセンスのねえ異名も全てキャラなだけで、本当の姿というのは38歳独身、少し強がりなド M のおじさんなんだよ。分かったんなら次の有吉 AKB の収録で無知で尻叩いてやれ。声を出して喜んでくれると思うぞ。情報量は陰謀3本でいいからな。じゃあな。否定されますか？いや、なんかこう篠田麻里子が、なんか誕生日、有吉さんおめでとうございますみたいなのを返す。はい、それでなんか AKB の話が、有吉さんなんか篠田麻里子がそういう風に言ってんの無視ですかみたいなことまた言うから、ちょっと面白そうだから、じゃあありがとうございますみたいなの送り返した。はい、さあ当分して小島があるのもなんかこうやって返ってたんだけど、俺も全然気づかずにまたシカトしちゃってて、またちょっとなんか篠田は相手するのに小島は相手しねえのかよ。なっちゃいますよね。よくわかんないのが気になる。関係ないんですけども、もう一個ぐらいいっときましょうか。はい、ね、どうしようかな、どうしようかな、ちょっとこういうことしようかな。難しいな。最後ですね。ちょっと全部長いからね。短めのやつにします。じゃあこれにしよう。はい、FMC がヨザク、ガチムチペニーオークションこと手島優がツイッターでこんなこと言ってました。誰が女芸人やねん。まだ現役グラビアじゃ。うっせえ、さっさと脱げ、クソ野郎。さあ、以上でございます。ラジオの虹色のビー玉。はい。有吉さん。体全体が性感体、ドンタッチミーでおなじみベッキーの野郎がツイッターで AKB 総選挙についてこんなことを言ってやがりました。今年も64位以内に入れなかった。でも私頑張るから、みんな応援よろしくね。応援しねえよバーカ。おい、ぶっそんな。大体お前は関わった人全てを不幸にしていくんだからな。お前が勝手に親友とか言ってる宮坂葵ちゃんは離婚、上田彩ちゃんはダンスバカとの交際、もう AKB の発言やめてくれ。今度 AKB に関する発言しやがったらな、アルタにぬるぬるの秋山義弘を送り込んで逆ソープとするから。ぬるぬるの秋山義弘忘れなさいよ。毎回座りますね秋山さん。ベッキーとか AKB いたら何位ぐらいなんだろうな。はあ、上なんじゃないですか。上なのかな。あんだけ喋れて、やっぱりバラエティーも強くて。まあな、俺あれいつもさ、俺腑に落ちないのがさ、はい、AKB のバラエティー担当、峯岸みなみ。はいはい。面白くねえし。バラエティー担当って言われちゃうとさ、はい、
AKB の中では結構面白いですよ、峯岸みなみって言われるとさ、お、見てみようかなと思うけどさ、はいはい、ちょっとなんかさ、バラエティ界の中でもトップクラスだみたいな言い方されるとさ、やっぱ俺も20年近くバラエティやってるからさ、ちょっと悔しいのよ早いなって思う登場。いや、AKB の中でってことですもんね。それいやです、それはもう島崎和歌子さんとか井森美幸さんに失礼でしょバラエティバラエティ一本でやってんですから、おばさんになってもバラドルと、バラドルですからね、あの人たちは。はい、山瀬まみさんも一線でやられてますもんね。ちょっとやっぱ気になるんでね。嫌ですか。FM サイン、ムスカの弟。はい、有吉さん、ビッグダディもどき、塩谷俊のチキン野郎が自身の出演する映画の舞台挨拶でこんなこと言ってやがりました。この映画を通して信じてやり抜くことの大切さ知りました。偉人たちは信念を持ち、後世に何かを残してきた。僕も何かを残したいと思います。おい、ビッグダディにコンドームつけただけのクソ野郎。お前言ってることとやってること、全然伴ってねえぞ。信念持ってやり遂げるなら二股三股何でもやればいいじゃないか。そうすれば後世に大量の子孫を残すことができるぞ。富永その山と付き合ってるあたり、お前は相当ストライクゾーン広いみたいだから、リリコとかといいんじゃないか。俺でも付き合いそうな女もみんな持ってけ泥棒さて泉谷しげるお兄様に連絡連絡とこれひどいね。ビッグダディにコンドームつけただけの清掃庫ひどいっすね気を取ってこれ一枚あげましょう、はい、ねー、ラジオ三平、はい、有吉さん、霊長類市原木早とかに属するマンドリル中尾明義くんがブログでこんなこと言ってやがりました、はい、俺ね、芝居してる時は本当に何も考えないっつうか、無になるっつうか、その感じが好き。みんなに嫌われるような最低も最低な役もやりたいよね、自信あるし、うん、は最低な役がやりてえだと。だったらまず佐野史郎先輩に挨拶してこいや。マザコンでロリコンでオタクでストーカーだぞ芝居とかキャラとか関係なくガチでドン引きされてる生っ粋の鬼畜俳優だぞ。眉間にしわ寄せてバット振り回してるだけのモンキーズとはわけが違うんだよ。市原君とファミスタでもやってみろ。何なの三平。意外にやらないよ。これあげません。あげません。あげませんよ。ラジオネーム車さん吉。はい。やるよさん、僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃん。あるぞ。僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃんが自身のラジオ番組夏目みく東京ナビゲッチューにおいて、このクソ番組とほど遠いおしゃれで流れるようなオープニングトークを披露し、有吉さんにお誕生日プレゼントを渡したことを話していました、うん、こんにちは、夏目みくです。今は天気いいですけど、この後雲行きが怪しいようですよ。そうそう、雲行きが怪しいといえば、私と有吉さん、今週実は有吉さんのお誕生日だったんですよね。どうせあげなくてもわーわー言われるでしょ。そしたらもうお金で解決しちゃえと思って、今年もあるものあげちゃいました。さて何を差し上げたのかはまた怒り浸透をご覧くださいね。以下、しらじらしく有吉のオールナイトニッポンゴールド番宣けクソが、クソまんじゅうが夏目ちゃんからプレゼントもらってんじゃねえよ。ああ羨ましいな、羨ましいな。あれさ、俺も美人で髪型がちょっとファンキーな女子アナからお誕生日コンドームもらいてよ。やめなさいよ、やめなさいよ。何言って、何のことなの。妬んでますね。お誕生日プレゼントもらって、あの去年ももうやめてくれと、もうお誕生日プレゼント渡すのは。はい、なのに夏目ちゃんニヤニヤしながらお誕生日プレゼント持ってきたんで、それはもうあの番組内でもちゃんと処理してますんで、あのこれはもう本当にぜひ怒り浸透をご覧ください。今ありましたよね。そしてね、まあそろそろオールナイトニッポンゴールドの方がさりげないのやめてくださいね。他局ですよ、他局。青春やってますけど、はい、まあこんなところでしょうかね。以上でございます。FM 福井、ダイエットは明日から。有吉さん、恐怖の外タレマフィアことベッキーがこんなこと言ってました。断食のことが記事になってるよと聞いて驚いてます。ベッキー断食に挑戦だなんて大げさな。
体のメンテナンスのためにしょっちゅうやっているライフワークですよ。うるせえブス。ただでさえブスなのにしょっちゅう断食するなんてもっと気持ち悪いな。食べる口を塞げるんならついでにそのつまらないコメントしか出ない口一生閉じとけという毎回ベッキーさん来ますね。やっぱベッキーぐらいやっぱりあの好感度が高くて眩しい、眩しい、やっぱりタレントさんは、はい、ゴキブリ系男子は嫌いなんでしょうね。ちょっと眩しすぎて、あ、うん、直視できないんですね、うん、ラジオネーム三平、はい、有吉さん、可燃ゴミこと杉村太蔵の野郎が某バラエティ番組で議員時代の下世話な暴露話披露してました。小池百合子と蓮舫はパンチラがすごいんですよ。佐藤ゆかり、片山さつき、野田聖子、なぜか全員タイトなミニスカートを履いて、やめろやめろ、ゲソババアどものデカパンなんぞ興味ねえんだよ。俺らが知りてえのはな、岩城信子の下半身事情だけだ。ボリューム派なのか、ふんどし派なのか、またまた、はたまたフルチンなのか、ピンクの鎧をひっぺがして確認してこい。あと童貞かどうかもちゃんと聞いてこいよ。いや、じゃあ女性です。岩城信子さん、でも見なくなって、もう議員辞めたんだっけな、辞めてるかな、わかんないな。はっきりしたことわかんない。なんか学校のなんか偉いさんかなんかなんでね。そうでしたよね。うん、あのピンクのやつインパクトあったな。いまだに面白いもんな。な言われてるな。見たいですね、また。あとはね、FM 長野北別府。はい。サボり癖男ことアンタッチャブル柴田のラジオに働きありことビビる大木がゲスト出演し、ポッドキャストでこんなことを言ってました。柴田、売れてない頃は毎日暇でナンパしてたな、でも全員童貞だったな。大きい、そうだよ、有吉なんて絶対童貞だよ、毒吐いてるけどさ。柴田、そうだ、あいつ絶対童貞だよ。おい、お前らな、同期だからって有吉さんのビジネスやりちんを妨害するんじゃねえよ。あの人はな、やったこともないのに風俗の話とか勉強して勇気振り絞って喋ってんだぞ。適当に MC やったり休養するやつとはわけが違うんだよ。罰として有吉さんが童貞卒業できるように女を手配してやれ。2ヶ月後さ、なんで俺の大きいやね、すぐ俺のことをね童貞だって言うの。それはやっぱりあの大木が童貞なんですよ。そうなんですか。大木は童貞なんですよ、本当に。大木さん、うん、大木は童貞なんですよ。違うんですか。ナベプロの芸人全員童貞だから。深川にしても、深川さんも、そうです、全員童貞。中山美術もそうじゃない。お子さんいるでしょ。あ、子供いんだろ、あ、じゃあヒデさん違うか、それじゃあ都市伝説だったな。聞いたことないですよ、そんな。ああ、なるほどね。先週から妄想が結構ね、ラジオネーム三平、はい、有吉さん、ブスに大人気のブスことベッキーの野郎が、ブスに大人気のブスことベッキーの野郎が、これ言いやすいな、ブスに大人気のブスことベッキーの野郎が、最近滑舌ちょっと悪いからさ、こういうの読むといい、嬉しいわ。有吉さん、ブスに大人気のブスことベッキーの野郎が、自身のフォロワーからたくさんリプが来る中でどうやって芸能人のリプを見分けてるんですかと質問され、こんな返信をしてやがりました、はい、有名人からつぶやきがあったらすぐ教えてくださいとフォロワーさんたちにお願いしてるので、皆さんが教えてくださいます。ゲスいわ、お前ゲスなの100倍ゲスいな。有名人にこびこびの返信するために一般人をこき使ってんじゃねえぞ。何がフォロさんだバカ野郎、俺はな、貴様の犬っころじゃねえんだよ。お前はゲスとブスのハーフ、ゲブスだ。死のこと言わずに俺をフォローしろ。フォローしろって何だ。してほしい、してほしいよね。大好きじゃないですかね、逆に。ラジオの北京ミニ、はい、有吉さん、日本一頭のいいコル、ごめんなさい、有吉さん、日本一頭のいいコレステロールこと秋元康大先生がこの度の指原莉乃の HKT48 の移籍について Google プラスでこんなことを言ってました、はい、週刊誌の記事について本人に聞いたところ、全てが事実ではないが、そう誤解されても仕方がないと、研究生時代のこととはいえ自覚が足りなかったと反省していました。ということで、指原にはイエローカード1枚相当の、厳重注意しました。幸子、元気出せよ。イエローカード1枚ぐらいどうってことねえよ。俺なんかな、このゲスラジオで2枚食らった上に10枚獲得寸前だったパンまで募集されたんだぞ。それに比べりゃ1枚もらって博多に行けるなんて最高じゃねえか。博多でな、夏目ミクみたいに這い上がるんだ。頑張れ、サッシー。
でな、こうやって金欲しさで週刊誌に何でもベラベラ喋りやがるケジラミ野郎ども、てめえらがどんなイケメンなのか知らねえけどよ、男の風上にも置けねえような野郎なんかな、土の中に潜って石油になるまで出てくんじゃねえクソバカ野郎いつまで根に持ってんだイエローカードのことやってるだろまた最近パンパンやろうと思って、ね、募集もされちゃったんですね。はい、1枚あげます。パン、おねえ、あとはどうですかね、ラストぐらい行きたいですけどもね。はい、はい、ラジオのペケミニ、はい、有吉さん朗報です。お、映画区域列車の完成披露会見で森山未来が演じる日雇い労働で生計を立て酒や風俗に溺れる男について AKB 前田敦子ちゃんこんなこと言ってました。最初はひどい男だと思ってましたが見るにつれて可愛くてしょうがなくなっちゃってとても気になります。よかったな、前田敦子が有吉さんのこと気になるって言ってるとAKB 辞めたら恋愛解禁だって秋元さんも言ってるしよ、あっちゃんの気持ち受け止めてやってもいいんじゃねえのか。いつまでも処女をこじらせたババアに取りつかれてねえでよ、いい加減可愛い嫁さんもらって子供作れよ。でもな、あっちゃんと有吉さんの子供が生まれたらますます顔面のパーツが中心に集まった子供になるからな、本当は勝間和代くらいパーツが散らばった女の方がいいんだけどな。まあよかったじゃねえか、AKB のことを嫌いになっても2人のことは嫌いにならないからよろしくやっちゃいな。この前クエキロシでしたあの人と一緒に番組やりましたよ、作家のことですか、作家の西村さん、面白い人だった。あの人鍋プロなの。あ、え、そうですか、西村さん鍋プロなの。あ、鍋プロなんですか。西村健太さん、月な的にはやっぱバカにする対象だよな。さあ、ラジオネーム三平、はい、有吉さん、園山蒔絵に強火で炒められた塩谷俊の野郎がブログで地に落ちた好感度を上げようとしてやがります。食糧困難、インフラの不整備、アフリカには問題が山積みです。今のアフリカには日本の知恵や仕組みが必要で、今の日本にはアフリカの人間愛が必要なんです。うるせえ、てめえのポコチン問題も解決できねえ結婚詐欺師が国際問題を語るな。アフリカ人の人間愛とお前の性欲は全く別物なんだよ。どうせアフリカの一夫多妻制を日本に輸入したいだけなんだろう。夢見てねえでペニスケース買ってこい。厳しいですね、厳しいですね。やっぱりね、だからやっぱりこう下半身問題っていうのはやっぱり男性も女性もやっぱりバカにするんですよ。なるほど、だから気をつけないといけない。ここまで言われますかね。ここまで言われるんですよ。言い過ぎじゃないですか。ちょっとしえしえ、ほんと言われますか。1枚あげましょう。ラジオのペケミニ、はい、有吉さん、 OBJ48 の不動のセンターこと小栗旬の便所やりちんがドラマリッチマンプアリッチマンプアウーマンの制作発表で、俺の石原さとみちゃんからこんなことを言われヘラヘラしてやがりました。小栗さんはまあかっこいいですね、服が似合うといった見た目もそうなんですが、ふとした瞬間の笑顔も素敵で思わずキュンとしちゃいました。かあ、こんな可愛い子にこんなことまで言われてよ、顔もスタイルも抜群で随分いい星のもとに生まれたな小栗さんよ。俺みてえに AV 借りては返すような生活を送ってるような男とは見てきた景色もさぞかし違うんでしょうな。ああ、こんなことならいっそ花にでも生まれてくりゃよかったよ。そうすれば黙ってミツバチが俺のおしべの花粉をめしべまで運んでくれるんだもんな。ミツバチさん、俺の花粉をアキラエリーちゃんのメシメに受粉しておくれ。バカなんだね。お前が花に生まれ変わってもすぐ枯れるぞ。あげるけどね。ラジオにもワーギナーマイク、はい、アヨさん、ゲスナー48唯一のムケチンメンバー向井治の野郎が入ってんの。ゲスナー48に向井治くん、入ってたんですね。ゲスラ48唯一のムケチンメンバー向井治の野郎がブログでこんなこと言ってやがりました、はい、最近は海外の仕事が多く、ドラマハングリーが終わってからはパリなどなど、あ、ハングリーの DVD できました、俺もようやく見ましたが懐かしいな、またみんなで飲みたいものです。
おい、無下人、チラジらしく宣伝するんじゃないよ。だいたい最近ワイドショーを逃げ忘れてるお前が滝本美織ちゃん狙ってるのなんかお見通しなんだよ。いいか、ゲズナ48はな、全員包茎、全員童貞なんだよ。スキャンダルはおるか、女性との会話なんてもってのほかなんだぞ、バカ野郎。包茎メンバーでお前のことを仲間外れにしてやるから、股間洗って待ってろ。全員包茎、全員童貞では別にないんですよ。ちゃんと決めましょうよ、そろそろね。ね、決めないとちょっとダメですよね。勝手にね、決めますからね。どうしようかな、小林君、はい、ラジオのワーギナマイ君、はい、あゆさん自身が出演した映画の記者発表でギャラ泥棒こと佐々木希が座敷わらしこと阿部サダヲについてこんなこと言ってやがりました。お会いするまでにいろんな妄想があったんですけど、実際に会ってみるとイメージと違ってとても気さくな方でした。本当にいい人でよかったし、何回も大好きって言っちゃいました。は？おい、土下座のドバカ、俺たちゲスナーはな、上から目線でブサイク俳優を大好きとか言って自分の好感度を上げるやつが一番嫌いなんだよ。だいたい安倍貞夫といえばな、あはーマナちゃんや福君のバーターだったにもかかわらず一つもブレイクしなかった国民的嫌われ者だぞ。お前も国民全員から嫌われて小向井美奈子みたいにさっさと脱ぎやがれ。ひどい、ひどい。安倍貞夫さん人気でしょ。そうでしょ。誰もブレイクして相当立つでしょ。そういうことです。F さん、ムスカの弟、はい、有吉さん、夜メガネこと鈴木雅之さんがヤフードームで土曜日に行われたソフトバンク VS 日ハムの試合前にライブを行い、夢で会えたらしか歌えないことを隠すために15分の持ち時間で10分ぐらいトークをし、最後にこんなこと言ってやがりました。僕のこの歌のように夢のある試合になることを願います。おい、ヒゲホヤジ、お前すごいな。2対6からソフトバンクが7対6と8回に逆転勝利、若手が打ちまくりの逆転で本当に夢があったよ。そんなに予知能力がある鈴木さんに聞きたいんだけど、俺って童貞を将来的に卒業できるのか。最近というかここ1年女子と話してないから気になってるんだよね。夢だとクラスの女子と何度もやってるんだけどな、どうか卒業できますよ。いや、鈴木雅之さん言われに聞くなよ。そんなこと言われちゃって困っちゃうわけね。困っちゃうんですよ。一回もうこんなもん1枚あげときましょうか。かわいそうだからね。かわいそうだから1枚あげるわ、お前に。ねえ、まあそんなもんですかね。はい、はい、以上でございます。ラジオのペケミニ、有吉さん、国民に元気を売りつけ巨万の富を得る悪の化身ことベッキーの野郎がニューシングルやる気スイッチの発売記念ミニライブで本物のライオンが登場し、ここまで大きいライオン初めて、可愛い、抱きつきたいと言って檻に近づいたところ、スタッフに制止されてやがりました。いやいや、ベッキーさん、どうぞどうぞ、スタッフも止めてんじゃねえよバカ野郎。俺らが見たいのはな、歌手のベッキーじゃなくライオンのうんこになったベッキーが見たいんだよ。こんなチャンスめったにないのに、いつやんの、今でしょ。それとな、ベッキー、お前イベントにめちゃくちゃ短いミニスカートで登場しやがってよ、お前のやらせてくれるスイッチはどこにあるんだ。バカだよ。ライオン出るんだ、すごいな。すごいですね。ライブやろうかな。それでライブやろうかなと思います。本物のライオンに会えるんだったら。FM さん、ムスカのこと。有吉さん、カリスマの第一人者、センスの塊こと、リカコさんが、NHK のスポーツ討論番組で、甲子園大好きと発言した後、専門家の、野球界もサッカーのようなユース性を取り入れるべきという意見を聞き、こんなこと言ってやがりました。甲子園は暑苦しいし、なんかダメよね。ヨーロッパみたいにスマートな育成しなきゃね。おい、ババア。たった5分でこんなに態度表現する女だってな、俺に罰ゲームで告白してきた女ぐらいしか見たことねえわ。いろいろ言ってやりたいことがあるんだけど、番組中には終わらなさそうだからこれだけは言っとく。
ウドアナウンサーがテレビではやっちゃいけない苦笑いしてたぞ。今や女性のカリスマはな、脇汗見せたりリアルな自分をさらけ出すことのできるウドアナウンサーなんだよ。てめえは勘違いしてるようだからな、デンマーク行って小便小僧に頭冷やしてもらえ、尿まみれババアが。ひどすぎる。FM ながら納豆パフェ。有吉さん、化け猫こと安倍貞夫が映画夢売る二人の試写会で共演した松たか子にこんなこと言ってました。完璧で欠点のない女優というイメージだったが、会ってみたら普通な方、普通というより普通より下ですね。おい猫芝居、何松さんのことディスってんだよ。マナちゃんと福君の人気にあやかったクソ役者のくせに調子こいてんじゃねえぞ。とりあえずこの発言をマナちゃんにチクってお前を業界から消してやるからな。お前はグループ魂のバカ役者どもと一生お台場で丸盛りダンス踊ってろ。ひどい。なんで安倍佐藤さん急に狙い始めたんだよ。お前はよかんねえよ。いい役者さんなんですけどね。いい役者ですよ。ラジオネームなすびま FM 山口。ステンレス掃除に使いたい芸能人1位こと茂木健一郎の瞑想野郎がツイッターでこんなこと言っていました。走ってきたさ、今日は曇っていて涼しいから走りやすかったけど、蝶々は飛んでいなかったね。蝶々くんごめんね。おいアフロガエル、このツイートは何を伝えたいんだ。得意の脳科学でいよいよ昆虫との会話ができるようになったのか。それなら女性と喋る機会のない俺のためにメスの昆虫と話す方法教えてくれよ。ただいい美容師教えてあげるからよって。茂木さんって出た時さ、ノーベル賞に今一番近い男みたいなので、うん、触れ込みで出てきたのよ、脳科学の分野で、はいはい、もうノーベル賞取るんじゃないかと、うん、取らないね。それ結構前結構前出てきた時言われてたけど全然取らないね。どうしたんだろうね。本家の方は結構本当にすごいってことですね。いやすごいらしい、うん、俺らには分かんないけどね。そうですね、うん、分かんない。何しようかな。はい、ラジオネーム車さん吉 FM 群馬。有吉さん、嘘と脂肪がてんこ盛りことテレンスリーのグラサン豚野郎が自身のブログで自分の身は自分で守れと、うん、こんな人生君を語っていました。うん、結局人生はどれだけ笑ったかで勝負が決まるね。ちょっとばかり資産形成したところで小銭だもんね。地道が一番だとは思うけど、シャレのない日々は息が詰まっちゃうよ。もっとも俺みたいにシャレばっかりで生きてるのも問題だけど、かっこ笑い。はあ、ただ肩太りしてるのを筋肉と差し押して調子こいてたら42歳アルバイターのド素人にボコられたホエー豚さんよ。あんたのはシャレじゃなくて嘘。ブログタイトルですら嘘で塗り固められた人生だろうが、そんなやつが安い単価でコツコツ小銭稼いでラジオ越しでも気の毒なぐらいボロボロになってる有吉さんディスってんじゃねえ。俺らの猿顔ザーメン師匠の地道な生き方こけんするならな、今度は柳龍健先生とストリートファイトだ。42歳アルバイターより簡単な相手でよかったなということでね。なんでしょうね、テリンスリーさんも面白いおじさんですよね。筋肉じゃないですかね。筋肉じゃない、ブログよな。逆に強すぎてね、そういう方がね柔軟だっていうのもあるんじゃないですか。さあまあそんなところでしょうかね。ラジオ三平、あゆさん、吉田 T 英作の野郎が、この T は T シャツの T ですね。吉田 T 英作の野郎が生意気にもブログでライブ告知をしてやがります。いいだろう、皆さんお待ちかね、吉田英作ライブ2012のチケット発売、会場は表参道グラウンド、前売り5000円、当日5500円、お買い求めはローソンチケット代。買わねえし、誰も待ってねえし、そんなもん大体お前歌手じゃねえし。歌手だよ。ポイズンとかいう意味わかんない歌を出してたのお前だっけ。いやあれは T シャツの袖をまくり上げている反町っていうやつか。お前らややこしいんだよ。つうか岡サーファーのくせにチケット代高くね。同じ会場でトークライブする TIM さんなんてチケット代たったの1000円だぞ。ゲストは有吉さんだぞ。まあ今回は TIM のチケット取れなかったからお前のライブを見に行って会場限定発売のダセー T シャツ買うけどな。行くんかい。こんだけ言っといて。行くんかい、ね、そうか、あここなんだ TIM さんのライブ、TIM さんのトークライブやるっていうから有吉、はい、来てくれよって言うから、あいいですよって、決まりますか。1000円だってチケット代。
1000円一方吉田栄作さん5000円両者とも同じ鍋プロですけどね。ああ、これで同じ場所でとさ、うん、5000円。まあでもね、吉田栄作さん歌とかもあるんでね、5000円とか。いやでもまあ分かんないけど、はい、三平はまあまあ、どんまい歌手じゃねえしって言ってたよ。三平はね、これ一枚あげるけどね。なんであげるんですか。一枚あげますけど。あれ味方してるっぽいな。いや、それやめて、味方って。俺中立な立場だから、常に。そうですね。俺がリスナーの味方なんて言ったら、もう一気にもういろんなことがおかしくなっていくよ。そうです、中立の立場です。うん、中立です、はい。いや、もうなんならタレント側ですから、私。はい。そうですよ。だからリスナーと喧嘩してるぐらいの話ですよ。吉田 T 栄作さん側です。吉田 T 栄作って言うんじゃねえよ。FM 福井ダイエットは明日から。有吉さん、1リットルのゲロことサージリエリカの野郎が主演映画の舞台挨拶を休んでこんな手紙を送ってやがりました。今日はこの場に入れなくて本当ごめんなさい。美香さん、キャストの皆さん、映画のスタッフの皆さんにいっぱい迷惑かけてしまってごめんなさい。何よりファンのみんな、ごめんね。はあ、おいドバカ、なんだこの手紙。舞台挨拶を休んまでよかったら、なんだこのクソ下手な手紙は。こっちはな、あんたのドエスっぷりが見たいんだよ。俺はあんたの別にを何百回もおかずにしてきたからよ。最近はそれだけじゃ俺のヘルターもスケルターしなくなっちまったんだよ。新しい言葉くれよ、俺を罵倒してくれよ、エリカ様でリフトオフさせてくれよ。そうですね、別にでいけるんですね。4月14日から公開ですからね。ヘルタースケルター僕もやっぱりそのオナニーしないで待ってますよ。はい、貯めてますよ。映画でやろうとしてるんです。そうですね。映画館で映画でいや、映画館でやるようなモラルのないことはしませんよ。あ、それを思い、それを見て、見て家で脳内に焼き付けて家で、うん、いや、射精したと言いますよ、別に、はい、おお、何が思うなよ。それじゃない、これ。それ言われてなんてやいんだよ。間違えておおって言っちゃったよ。いやー、サージュレイカね、はい、問題起こしますけど、でも俺はまだ、はい、まだ僕はあの応援してます、サージュレイカのこと。はい、応援してください。はい、FM 長野次郎、顔面ファービーことベッキーの野郎がお願いランキングで猿岩石の白い熊のようにの PV を見ながら、うん、有吉さん全然映んないねとか、表情が今と全然違うとか言いたい放題言ってました、うん、おい、ゴミカスみたいな曲しか出してねえ自称アーティストのお前はミリオンアーティストの有吉さんディスってんじゃねえぞ。有吉さんはな、歌がうまい相方の邪魔にならないようにわざと存在感を消してたんだぞ。このラジオの替え歌コーナー聞いたらわかるだろう、有吉さんオンチなんだよ。歌うのが好きなだけのオンチおじさんなんだよ。かわいそうだからあんまりテレビでいじるんじゃねえぞ。分かったならやる気スイッチオフにして、お前が今出てる CM 全部有吉さんに渡せ、このドブス。ひどすぎます。ひどい、いろんな人にする。僕は替え歌のコーナーわざとああいう風歌って、あ、わざと、そうです、下手に。本気だったらもうだって綺麗すぎて、はいはい、替え歌のコーナーが面白くなくなっちゃうじゃん。あれ、これ新曲って思われちゃうから。なるほど、うん、替え歌、歌詞が頭に入ってこないぐらいうまいっていうことを。そう、だからもうベックの小雪が歌った時のような感じになっちゃうから、はい、もう本当に、なんだこの歌ってみんながなっちゃうから、 あえて落としてるんです。なるほどね。それが分かんないかな。今日は誰のもの、今日は君のもの、今日は役と今日はみんなの今日は。おい、やっぱ全部歌っちゃったな。かわいいだろ。かわいいですけど。かわいいだろ。はい、だからそう言ってんの。こうなっちゃうから落としてんの、歌唱力。今のは今のはゴールキアイメちゃんの音でやってるから、はい、もう全部合わせてる、はい、ゴールキアイメちゃん。だからゴールキアイメちゃんがめちゃくちゃ歌がうまいわけじゃないから、あの CM って可愛い歌。そうですね、可愛いらしい。それに合わせてる、はい、いろんな合わせ方があるってことよ。あ、じゃあ全部できるって言ったら、それ全部できる。俺は絶対音感あるんだから。なんでその絶対音感持ってんだよ俺。本当ですか。うん、言ってみて。じゃあもっと面白い声でいい。キャーキャーだね。いや、それキャーはキャーですよ。絶対音感ってそれじゃないんですよ。俺の手、お前は俺の手のひらで集まれてるだけだからな。見たか、俺の力を。もうやられちゃいました今。うわ、俺これどんどんツッコミになってくるんですか。、うん、時間も時間ですし、一回終わりましょう。はい。